はそこにある。ずっとなりふり構わず走り出して、決して揺るがない想い胸に集めて、色をなくした空にもう痛みを残す感覚し、
じゃいつまでも救えない。動き出した足は宝箱を見つけるかに迷いの誓いも胸の奥突き刺して、誰も知らない夜の果て真っ白な抓住些什么？如果不是目的，那就寻找出来。既然决定。
寻找此刻就出发吧，让我用脑海中的地图继续向前迈进。如果知道目的，那就立刻执行。既然决定执行，此刻就出发吧，让我用脑海中的地图继续向前迈进。就算即使走到世界的尽头，我仍然不放弃。
わせるためじゃなく、走るために照らして、真相部へのリンクを確認。対象クラスターの消去措置を保留。マインドスタビライザーによる暫定対象施行。調整完了。覚醒処理開始。夢か。おはよう、ごめんね。パンドラ、先に起きてたのか。最低の寝心地だな、この調整カプセルは。もう少しマシな設計しやがれ、アルバートめ。あの夢を見てたの？ああ、まあな。俺たちはどれくらい寝てた？状況は？セルパンがモデルゼクスに倒されてから1週間経ったわ。レギオンズがセルパンカンパニー周辺の災害支援を始めてる。アルバートのもみ消しもあったはずだが、思ったより対応が早かったな。三賢人のジジイどもも案外やるじゃないか。まだアルバートから次のミッションは出てないわ。これからどうするの？奴が何も言ってこないなら、セルパンを使ったモデル V のテストも、モデルゼクスの適合者もお気に召さなかったんだろうよ。究極のロックマンはこんなもんじゃないってな。まだこのゲームを続ける気さ、やつは。運命のゲーム、最強のロックマンを決める、ロックマン同士の戦い。そうさ、なら俺たちのやることは決まっている。残りのモデル V の回収と新たな適合者の捜索だ。パンドラ、次に覚醒しそうなモデル V の候補地をモニターに出せ。わかった。回り込め！陣形を崩すな！くそ、強力なエネルギー反応を持ってこんな遺跡まで宝探しに来たのか。なんだこのイレギュラーの大群は。遺跡内部へ先行した傭兵部隊は何をしてる。リーダーのアトラスはまだ連絡が取れないのか。ダメだ、通信が繋がらない。この数のイレギュラーじゃ傭兵連中ももうきっと全滅してる。俺たちも諦めて逃げよう。ふざけるな！傭兵殿にもこの調査にもかなりの金をかけてんだ。今さら引けるか。うわあ！おい、しっかりしろ。しっかりしろ。これまでか。てあ！群れすぎだ、雑魚イレギュラーどもめ。モデル V までの道を開けやがれ。イレギュラーを一撃で倒した。すごい強さだ。誰か知らないが助けてくれ。金ならいくらでも出す。このままじゃ俺たちイレギュラーにやられちまう。ふん、クズ。え、なぜ。お前は適合者じゃなかったってことさ。モデル V はイレギュラーを生み出し、イレギュラーは新たなロックマンの適合者を選び出す。イレギュラーたちにやられかけてたお前たちは
このゲームに参加する資格のないクズなのさ。死神だ。うわー、騒がしい死に入る。アンドル、さあ、モデル部にはこの遺跡に道を開けろと言ったの。イレギュラーだな。さあ続けるか。運命のゲームの再開だ。その先にあるのは滅びの命。すべて滅び。待ったのよ、アルバート。ゼロックマンども楽しもうじゃないか。勝者のいない泥沼のゲームをな。モデル H、モデル F、モデル L にモデル P、 4つのライブメタル、確かにお預かりしましたよ、バンサ。頼んだぜ、フルーブ。ちょっとの間だけど、別の研究施設でモデル H たちのデータを調べるんだってな。それまでにピッカピカにリペアしてやってくれよ。お任せください。彼らも私たちの大事な仲間ですからね。フルーブおじさん、あれ、バンもいるんだ。どうしました、サルディーヌさん。このおもちゃ壊れちゃったから直してほしいんだ。シルールおじさんに言ったら忙しいから後でって。困りましたね。ライブメタルのリペアもしなくちゃいけませんし。ブルーブ、おもちゃを先に直してやってよ。モデル H たちは待っていられるけど、サルディーノは待ってられないもんな。わかりました。ではこっちのおもちゃから直しましょう。じゃああとはよろしく、ブルーブ。サルディーヌ、おとなしくしてるんだぞ。うん。バンさんもすっかりお兄さんらしくなりましたね。サルディーヌさんもいつかはあんな風に立派なお兄さんになるんでしょうね。うん、僕もバンみたいにみんなを守れる人になるんだ。あ、ねえフルブ、バンみたいなロックマンってどうやったらなれるの？難しい質問ですね。バンさんだからロックオンできるというか、バンさんでないとロックオンできないというか。それじゃあ僕バンみたいになれないじゃん。いいえ、そういうことではなくてですね。フルーブさん、ちょっと相談したいことがあるんだけど。おや、トリュイトさん、どうしました？誰かに聞かれると恥ずかしいから、僕の部屋まで来てくれないかな。あ、わかりました。サルディーヌさん、ちょっと待っててくださいね。チェ、わかったよ。どうやったらロックマンになれるのか、どうやったら、そもそもロックマンとは何なのか。それで相談とは？フルーブさん、僕には好きな人がいてね。でもどうすればいいのかわからなくて。フルーブさんなら人生の大先輩として何かいいアドバイスをくれるんじゃないかと思ったんだ。迷惑だったかな。そうですか。そこはやはり気持ちが伝わる手紙がいいのではないでしょうか。でも彼女は僕の手紙が嫌いみたいなんだ。違いますよ、手書きです。気持ちを伝えるなら電子文書ではなくて手書きの文字、これに勝るものはありません。そうか、手書きか。そうだよね、僕の熱い思いが16進数なんかで収まるわけがない。今こそずっと書き溜めてきた僕のポエム選手の封印を解くときだ。よし、頑張るぞ。頑張ってくださいね。やれやれ。お待たせしました、サルディーヌさん。おかえり、フルーブおじさん。それでそれで、どうしたらロックマンになれるの？いいですか、そもそもロックマンとは。クルーブさん、私の部屋のテレビが映らなくなっちゃったんだけど。すみません、ウイエさん、今取り込み中で、シュルールさんに直してもらえませんか？なんだか研究が忙しいとかで断られちゃって。あ、そのクルーブおじさん、行ってらっしゃい。わかりました、ウイエさん、今から伺います。よろしくね。
済んでいます。映った。崩壊した9カンパニー本社は残った15カンパニーでも、いえいえ、それじゃあ私はこれで。エネルギー施設の集中管理をしている。マキだ、スケリュールだ。新しい武器の設計図ができたんだが、基礎を組み立てるのに場所が足りなくてな。悪いがあんたのラボを使わせてもらえんか。またですか。工作室を整理してくださいってこないだ言ったばかりじゃないですか。まあそういうな、わしも早く新しい武器をいじってみたくてな。これからライブメタルのリペアもありますし、ラボはお貸しできません。工作室を整理してください。いいですね。なあクルーブ、最近ガーディアンベースのスピード落ちてないか。エンジンの調子悪いんじゃねえか。もっとガンガン飛ばそうぜ。なあセイドルさんがそうやって無理言うからですよ。なんだ、ちゃんと整備や修理をしてあげないといけないんです。もっとでかい声で話してくれ。わかりました。直します。あのフルーブさん、なんですか。お疲れのようだったので栄養ドリンクを作ってきたんですけど、いりませんよね。いやそんなことはありません。ありがとうございます。いただきます。それ薄めて飲むのに全部一気に飲んじゃ。あれ、目が回ってきました。ローズさんの言う通り疲れてるんでしょうか。大丈夫ですかフルーブさん。おかわりフルーブさん。はあ、大変な目に遭いました。それでどこまで話しましたっけ。もういいんだ、フルーブおじさん忙しそうだから邪魔しちゃ悪いし。どうやってロックマンになるかは自分で考えるよ。サルディーヌさん、それにお仕事の邪魔するような悪い人じゃロックマンになれないもんね。えらい、それでこそガーディアン隊員ですよ。わかりました。おもちゃは私が責任を持ってきちんと直して後でお渡ししますから、待っててくださいね。うん。それと一つお教えしましょう。バンさんも最初はロックマンになろうと思ってなったのではないのですよ。え、なんで、どうして。プレリーさんがイレギュラーに襲われた時、バンさんは勇気を出して戦おうとしてくれました。その勇気に感動したライブメタルモデル X が力を貸してくれたから、バンさんはロックマンに変身できたのです。バンさんはロックマンになれるから強いのではなく、強い心を持っていたからロックマンになれたのですよ。サルディーヌさんもガーディアン隊員としてずっと良い子でいれば、バンさんに負けない立派なお兄さんになれるはずです。そっか、分かったよ。ありがとうフルーブおじさん。フルーブ聞こえる？レーダーにエネルギー反応が出たわ。イレギュラーの集団よ。行ってらっしゃいフルーブおじさん。僕ちゃんといい子にして待ってるよ。わかりました、サルディーヌさん。ではプレリーさん、これから司令室に向かいます。ミッションプランを立てましょう。女め。だがモデル V は渡さん。邪魔はさせない。それはこっちのセリフよ。いっかい。モデル V は壊れた。チッ、やられたな。引くぞパンドラ。ぶっ壊れたモデル V に用はない。また会おうぜモデルゼクスのロックマン。さようなら。もう何なのよあいつら。これでエールが破壊してくれたモデル V は10個。プロメテたちがモデル V を集めてるのは分かったけれど、私たちを倒そうとしているわけじゃなさそう。それどころか余計な戦闘を避けてエールを生かそうとしているようにすら見えるわ。一体なぜ。プレリーさん、研究室にこもってもう10時間は経ってますよ。少し休んだ方が。ごめんねフルーブ、できるだけ資料をまとめておきたいの。少し一人にさせて。はあ、
プロメテたちはモデル V を集めて何をしようとしているの？モデル V は全部でいくつあるの？ダメね。もっと詳しいデータが必要だけど。どうしたらいいの？困りましたね。フルーブ！やあ、エールさん。フレディはまだ研究室に困ってるの？セルパンの事件の後も各地で次々とモデル V が見つかってますし、プレリーさんも不安なのでしょう。でもさ、あれじゃプレリーの方が潰れちゃうよ。そうなんですよ。一体どうしたら。そうだ。あ、エールさん。ねえプレリー、ちょっと外に遊びに行こうよ。エール、ごめんなさい。今エールからのミッションレポートをもとに今後のミッションプランを立てているの。セルパンの時ほどの規模じゃないにしろ、モデル V の覚醒があちこちで起きているわ。近い将来何か大きな事件が起きそうな嫌な予感がするの。心配してくれるのは嬉しいけど、今はそんな気分じゃないわ。だからそんな気分の時こそ気分転換が必要なんだって。さあ行こ。ほらほら立って。そんなに引っ張らないで。もう一体どこに行くの？ちょうど今大きな街の上飛んでるんだもん。行ってみたいお店いっぱいあるんだ。一緒に見に行こう。きっと面白いから。私がプレディの服選んであげるよ。こちらのといかがでしょう？ほら、やっぱりプレディはその服似合うよ。うん、かわいい。かわいい？いや、まったく綺麗ですよ、プレディさん。そうかな。これにしよっか。あの、店員さん、これ買います。すみません、こちら人気で在庫を切らしておりまして、サイズ直しも含めて1週間ほどかかるのですが。1週間も？申し訳ありません。セルパンカンパニーの事件を受けて、現在は流通に様々なチェックが設けられているんです。どうしてもそれくらいのお時間を取っていただくしか。わかりました。ごめんなさい、またの機会にします。行きましょう、フルーブ。プレリーさん。そんな。ありがとうございました。ねえプレリー、ごめんなさい。エール、こうしている間にもさっきみたいに苦しんでいる人が増えているんだもの。やっぱり時間が惜しいわ。今別の研究チームがモデル H たちに記録されているデータの解析を進めているの。彼らがモデル V に対抗するために作られたものだ。私たちがまだ知らない情報が残っているはずだと思って。言われましても。そうすればプロメテたちの目的がわかるかもしれない。おい、見たか？さっきガーディアンベースがこの辺りを飛んでた。以前プロメテたちにガーディアンベースを直接攻撃されたこともあった。レギオン、ガーディアンベースの武装強化で大した推進力の見直しも必要だ。それからプロのいる田舎、あいつらのおかげで助かったんだぜ。なんだお前、あんな変わり者の肩を持つのか。おい、あそこの二人可愛くないか？感じ悪い。なんか変なじいさんがついてるぜ。あ、エールさん落ち着いて。孫かな。何だろう。ね、プレリーさん。プレリー、確かに変わり者かもしれません。毎日毎日世界の平和のことばかり考えて、おしゃれの一つもできないで。確かに変わってるのかもしれない。だけど、だけど。なんだあんた、俺たちが何かしたか？あっと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 、ごめんなさい、なんでもないです。お邪魔しました。さあさあ行きましょう、プレリーさん。なんだったんだ今の。でもあの子ちょっと可愛かったよな。まあこの前も大変だったよ。ほんと平和だな。聞いてるの？いらっしゃいませ、何名様でしょうか？3人でお願いします。プレリー、こちらへどうぞ。あのさ、ごめんなさい、気を使ってくれたのはわかるの。でもまた謝った。え、さっきからプレリー謝ってばっかり。女の子なんだからさ、もっとわがまま言ったり笑ったりしていいんだよ。
でも私はみんなの平和のために頑張らなくちゃ。でも世界が平和になってもその平和を楽しんでくれる人がいなきゃ意味がないって思うんだ。だからプレディもガーディアンのみんなもニコニコと笑える時間があってもいいと思うの。エール、最近のプレディは研究のことばかり考えててなんか辛そう。そのままじゃ笑い方忘れちゃうよ。だからほら笑って。プレリーは笑った顔の方が可愛いって。さっきの町の人も可愛いかもって言ってたよ。そうかな。うん、私の次くらいかな。もうエールったら。そう、それ笑顔笑顔。お二人ともお水をお待ちしました。ありがとう、フルブ。あら、エールの手傷だらけじゃない。ああ、これなんてことないわよ。ちょっとクリームつけとけば大丈夫。あ、そうだ、知ってる？最近出たクリーム、ちょっと塗るだけでお肌ツルツルになるんだって。すごいよね。エール、行きましょう。そのクリーム買ってあげる。え？あ、ごめん、私そんなつもりで言ったんじゃ。謝っちゃダメ。女の子ならちょっとくらいわがまま言ってもいいんでしょ。嬉しいな、ありがとう。それじゃあプレリーにも何か買ってあげるよ。最近は安くて可愛いメイクセットとかいっぱいあるのよ。本当に？でも私お化粧なんてしたことないし。大丈夫よ、私もそんなに得意じゃないから。行こっか。あれ、ね、あの注文はいいんですか？そのクリームの味分かるよ。ちょっと二人とも待ってくださいよ。お客様、ご注文はお決まりになりましたでしょうか？プレリーさん、きっとまたすぐに戦いの日々が待っている。今までよりももっと過酷な戦いが始まるかもしれない。だけどだからせめて今日だけは女の子に戻ってもいいよね。ありがとう、フルーブ。ありがとう、エール。新技術の具体的な導入計画を検討し、次の議会までに報告書をまとめる意向を示しました。次のニュースです。大規模崩壊があった3組でセルバンカンパニー事故から何があったのかな。現在は突然崩壊したって街並みは徐々に気を取り戻しつつあるようです。怖いわね。現場からです。あそこのスイーツ美味しかったね。じゃあ3組の旧セルバンカンパニーの名前です。いらっしゃい、今日は何？これだったしな、どうしよう。まだ決まんないよ、ごめん、また後で。まだまだ大変そうっすね。ね、ライフからあっちの現場じゃなかったか。そうなんですよ、税金が通ってるから、ね、サバにしようか、鮭にしようか。そうです、人助けじゃねえな、頑張ってきな。今後の展開が期待されます。旧セルパンカンパニー本社前からでした。さて、今日晩宣では久しぶりに引き出しました。それはめでたい。この間酔っ払ってうっかりアウターまで行っちゃってよ。初めてにやったぜ。おいおい、気持ち知らせなお前。その景色をこの珍しそうに眺める人々も多かったようです。宝箱を見つける限り